ハージャ・シャムスッディムハンマド・イブン・バハーウッディン、ハーフィズ・イ・シーラージー、通称ハーフェズはイランの詩人。ハーフィズは古典的な読み方。ハーフェズは現代ペルシア語的な読み方であり、世界的にはどちらも広く用いられている。日本では黒柳つねお役、ハーフェズ詩集以降、ハーフェズで定着した感がある。本名はムハンマドでラカブの シャムスティーンと合わせたムハンマド・シャムスティーンの名でも知られる。ハーフェズは称号に由来するペンネームであり、出身と合わせてハーフェズ・シーラージー、尊称のハージャを関してハージャ・ハーフェズとも呼ばれる。詩人、ハーフィズの生涯については信頼できる資料がはだ少なく知られていることの多くは伝説的な言い伝えである。 イラン南西部ファールス地方の首都シーラーズで生まれ育ち、生涯この地を離れることはなかった。青年については、諸説あり、西暦1325、26年頃のほか、1321年頃、ヒジュラ暦727年、同725年などとされるが、近年では1315年、または1317年に生まれたとする説が、有力である。 父親のバハーウッディーンは石炭の商いをやっていたが、ハーフィズがまだ小さい頃に亡くなってしまい、幼いハーフィズと母には多額の借金が残された。母は女で一つで彼を育てた。父はコーランの老匠に巧みだったので、これに心を動かされた息子は8年かけてコーランをすっかり暗記してしまった。このため彼は ハーフィズという称号をでもって、後に世に知られることとなる。ハーフィズはまた、早熟であり、ルーミーやサーディー、ニザーミーの作品に早い頃から親しんでいた。青年期には、ファールスを支配した、陰獣長のアブウィスハークに、創年期には、ムザッファルアサのシャーシュジャーに、宮廷詩人、側近として仕えた。ハーフィズの存在は、その女上詩と共に、ペルシア語圏では知らない人はいない。 聖なる存在として、人々の生活に深く根付いている、ガザル詩人の最高峰であり、サーディー、ウマルハイアーム、ハージュー・ケルマーニーと並ぶ四大詩人の一人に数えられる。現在、故郷シーラーズには、ハーフェズ病が立っており、死が刻まれた石板が設けられている。当地の観光スポットとして、多くの人々が訪れる。西暦10月12日は、ハーフェズ記念日とされている。 詩の主題は、愛で、属性の愛とも神への愛とも解釈可能な助成詩を500近くも残している。後に編纂された、ハーフェズ詩集は、東西の文化に影響を与え、ゲーテは晩年、ハーフェズの詩に感銘を受け、斎藤詩集が綴られた。ハーフェズの詩についてゲーテは、ハーフェズの詩を理解するには魂まで一汗かく、必要があると語ったという。 恋と酒と自然の美などを主題とした作品が多く、民衆に広く愛され、現代でも、コーランなくとも、各家庭には、ハーフェズ刺繍ありとまで言われている。また、刺繍を用いた、ハーフェズ占いなるものも存在し、街中でおみくじのように売られていたり、各家庭では、シャベヤルダーにこの占いをする、シーラーズにあるハーフェズ病クルアーンをすべて暗唱する、ものの称号をハーフィズという、 ムハンマド・シャムス・ティーンも暗唱者であってハーフィズの号を冠しており、それがハーフェズというペンネームの由来になっている。詩人の名前について、ムスリム名はシャムソ・ティーン、モハンマド・ガゴはハーフェズという、この点に関して異説はない。ハーフェズにはイスラーム教の聖典、クルアーンの全114章をすべて暗唱できるものの意味があり、それと同時に、 犠牲でクルアーンを朗称するものの意味もある。詩人は事実として、クルアーンアン記者であったのかもしれないし、あるいは、作品の中に、クルアーンのショークを想起させるフレーズが多いつしているが、ためにこの名前で呼ばれたのかもしれない。いずれにせよこの画号は、詩人の経験さと、非凡な記憶力を有していたことを印象づける。ハーフェズの100年ほど前に生きた同郷の詩人サーディが、 シェーフの継承で呼ばれるのに対し、ハーフェズはハージャの継承で呼ばれる。ハーフェズは同時大臣にもハージャと呼ばれており、また、この単語を用いて自分自身に言及する箇所がある作品もある。後世の人には尊敬を込めて不可思議の下、神秘の翻訳者とも呼ばれた。ペルシア語文化圏で編集されるシカアンソロジーにはタズキラと呼ばれる。 その詩を読んだ詩人の略伝が付される場合がある。広大のシカアンソロジーに収録されたハーフェズ詩に付されるタズキラには詩人の生涯についていろいろなアネクドートが書かれているのであるが、欧米におけるペルシア文学研究の礎を築いたイージー・ブラウンによればそれらはすべて虚構と言っていい。ハーフェズの生涯に関しては文献学的に確証があると言える情報がほとんどない。伝統的に ハーフェズの生涯を再構成する際に根拠とされてきた情報源は詩人の作品それ自体である。文献学上はこれに加えてゴルアンダーム序文が比較的重視される。詩人の近親者については父親の名前をバハオッティーン・エス・ファハーニーと伝える写本とキャマーロッティーン・トゥーイーゼルカーニーと伝える写本があるがどちらも信頼性が低い。また ハーフェズには少なくとも一人の息子がいたようである。ただしその根拠は、作品の中だけにしかない。詩人の青年については、諸説あり、伝統的には1326年とされるが、ハーフェズ研究で名高いガーセムガニーは1317年説、代表的なペルシア語ペルシア文化研究者、モハンマド・モイーンは1315年説を取る。岡田は1317。 1320、1326 13年説を列挙、佐々木は1326年説を紹介している。没年は1390年頃とされる。ハーフェズはシーラーズに生まれ、同地で亡くなった。サーディが青年期にシーラーズを出て、諸国を遊学したのと対照的に、ハーフェズはシーラーズの町を愛し、生涯ほとんどこの町を離れることがなかった。 イスラーム世界の歴史の中で、ハーフェズが生きた時代は、モンゴルの侵入とティムール朝の侵入の狭間まの時代で、あって、政治的に不安定な時代であったが、文化的には、実りの多い時代であった。この時代には、ハーフェズの他にも、イブンハルデーンが重要な著作を著述している。イランにおいては、各地に静絶な破壊をもたらした、モンゴルの襲撃後100年近くが経過し、 イルハン朝のモンゴル系の支配者も、フレグ以来9代を数え、完全にペルシア化、イスラーム化していた。ハーフェズは、イルハン朝最後の君主アブーサイード・バハードルの知性に生まれた。アブーサイードの死後は各地に地方政権が分立する時代になるが、シーラーズは支配者が何度も入れ替わった。ハーフェズ作品には、少子的内容の四苦を含むものがあるが、 その人徳を商用される対象となる対象者は、当時の政治的不安定さを反映して、インジ陰住町のジャラール・ティーン・マスウード・シャー、アブ・ウェス・ハーグ、モザフ・ファル・アサのモバーレ・ゾ・ティーン、モハンマド、ジャラール・ティーン・シャー・ショジャー、さらに、ジャライル朝の君主と、様々な支配者が登場する。このうち、ハーフェズにとって、最も重要だったと思われる人物は、シャー・ショジャーであり、ガニーによると、 少子的内容の祝を含むカスイーダやガザル70編のうち39編がシャーショージャーを称える対象である。ガザルも参照。ハーフェズの名はガザルと呼ばれる形式の序上詞でよく知られる。その他には学級的な三文作品もあり、サーキーナーマと呼ばれるジャンルの飲酒詞もイランの古典音楽の装飾本。大きさ2 6 8十8センチメートル。イラン国立。 マレクト書博物館像20世紀に入るとハーフェズ氏のテキスト工程がハーフェズ研究の中心になった。他の詩人についてはこの時点ですでに本格的な文学研究や討論に耐えうる工程本が作られていたがハーフェズの場合はこうした取り組みの開始時期が比較的遅くなった。理由はハーフェズ氏の中心がマスナビーやカスイーだといった 長子系の形式でなく短子系の形式であったこと、詩人の活躍時期からさほど離れていない時代に多数の写本が作られており、写本の系統付けが難しいことなどがあるが、最大の理由は、ハーフェズがペルシア文化を象徴する存在であるため手が出しにくいという点にあったとされる。ハーフェズの D1 には知られているだけで選手の違本があり、低本作りは困難を極める。そもそも、 各遺本のオリジナルが歴史的に存在したのかどうかも不明である。ハーフェズ自身がヒジュラ歴770年に D1 を制作したと言われているが客観的な証拠は何一つない。他方で古いハーフェズの D1 の写本にはゴルアンダーム序文と呼ばれるものが付されているものが多数ある。これにはモハンマド・ゴルアンダームという人物がハーフェズの没後、 生み出されてそれっきりになっているハーフェズの作品をまとめたというようなことが書いてある。この序文や初期情報源の研究に基づくと、ハーフェズの D1 のオリジナルは、それが交渉で伝わったものであるにせよ、書章で伝わったものであるにせよ、複数存在したということが言える。ハーフェズの D1 は、時代が下り、改定を重ねれば重ねるほど、収録作品の数が増える。これは、 読み人知らずの作品がハーフェズの作ということになったり、単純にミスで他の詩人の作品が紛れ込んだりしたためである。上記、オリジナルはガザル形式のものに限っても500作品ほどあったと推定される。しかし、それでも同時代のガザル詩人に比べると、ハーフェズは非常な多作家である。仮に詩人の生涯を試作を始めてから40年とすると、平均して1ヶ月に1つ、 ガザルを作っていたことになる。D1 以外にも、ハーフェズ作品のテキスト工程の根拠に使える、情報源はある。むしろ、ハーフェズの場合は、例外的にこちらの方が主であり、詩人の存命中からその作品は、同時代のアンソロジーの中に収録されている。これら初期情報源の一つが、デリーのスルタン・フィールーズ・シャブン・モハンマド・ブーンとグログの、ために編まれた、弁論術の本である。 本編の一章がペルシアの詩人の作品紹介になっており、ハーフェズのガザル氏も127作品が引用されている。ありがとうございます。